商店街ですからね。だから、まあ、いい時もある、悪い時もいろんな最低限のことをやっていこうじゃないかと。復興までね、揺れに帰れるまでね、何人帰れるか分かんないけどね、でも その中でここで5年間なり3年間なり頑張ってみようじゃないかというのも趣旨だ、最初のね。で、私らもそれに賛同して、じゃあそれだけ、じゃあ年もいってるけど頑張ってみようかなってになって、ここの店借りたんだから、結局揺れの商店街の中でも借りない人の方が多いんだからね、はっきり言ってこれしかのね、ものしかない町そのものの商店がここへ移ったわけですから、だから意外と、物を売る物販業者にとってははっきり言ってすげえ厳しい。でも私らは前向きにいろんなことでこれからもじゃあどうしたらいいんだろうかことをやっぱりね、みんなで会長さん中心にして俺は考えていくのが、ね、この商店街のありがとうだと俺は思う。いや俺もそれなりに考えがあってここへ移っただけなの。年齢から言ったらもう俺はやめてもいいと思って、ね、だから私はゆっくり、まあ、合理していいなと本人は思ってるよ。だよこのまたなもやめだよもういい加減、ね、名前が再開ということで地元の人たちがここで再開する、それから新しくお店を再開すると2つの、ね、言葉をさ、マッチングして、まあ、再開地場としたんだけども、でも、まあ、できればね、我々もある程度頑張って、まあ、地元のもとももちろん紹介もしていかなくてねえんだけどもさ、そういう責任はあるのは分かってんのよ、うん、ただね、なかなか難しいの間違いねえ、これからね。